何年生ですか？3年生。そんな遅くそれから。あー、やば。なんだろう。でもなんかギャップとか見ちゃったら、普段めっちゃなんかしっかりしてそうっていうかクールな感じの人がちょっと酔ったら可愛くなるみたいな。ギャップがいいなって思う。こう LINE とかで連絡が来て、そこからちょっとこう意識し始めたりとかは、 LINE とかこうするようになったら、ちょっとあれ、こいつ私のこと気になってめっちゃめっちゃ痛い痛い痛い。あ、今いないです。自分がどっか行ったことがないところがあるとして、それをなんか覚えててくれて、うんうん、そういえば行ったことないって言ってたよねみたいなのはちょっと行きたいなって思っちゃいます。あんまこう気になってない人でも行こうって言われたら行きたくないですか？あー、そうですね、そうかもしれない。え、ないです。どの誘い方、あ、でも逆に映画の方が、最初話すの苦手なんで、あ、逆に映画とかの方が行きやすいかなって思う。いや、それは嫌かん。え、でもなんか話題になってるやつだったら多分見に行きやすい。え、でもカフェとか、カフェ行ったそうなところと、なんかファミレスとかの中間ぐらい、あんまガヤガヤしてなさそうなところ、あ、友達で終わる気がする。無理ってはならない。なんかグイグイ来る人、グイグイ来る人、なんか悪ふざけみたいな。悪ふざけ。もうちょっと仲良くなってからいじりは入れてほしい。あ、じゃあ秘訣な人は嫌です。あ、でもそれは知ってからかな。会った瞬間から汚いとは思わないか。みんなそれ嫌いになる。服装は見てほしい。変なロゴ入り。変なロゴ入り、あるじゃんね、わかる。筆記体みたいなバーってなんか書いてる。韓国人がの男の人が韓国系のかっこいいなって思うので、こんな感じの。例がここにあったんですね。こんな感じで。あとは髪型とか、後ろが短めで前髪が長めの感じとか、なんかシンプルなのがいいなって思う。あ、お酒飲めるアピール。酒豪感を出して。酒豪感。でも人にはグイグイ飲ませるけど、自分はそんなの飲まないみたいな。なんかを直接してくるとかじゃないですけど、インスタとかで結構自分のこと載せて、プロフィール欄になんかお仕事依頼は DM までみたいな。コンタクトは DM みたいなのちょっと、それモデルやってるとかじゃなくて、多分なんか一回サロンモデルとかやったことあって、そこからなんかコンタクト DM みたいな。ちょっと痛いなって。東京ときめきチャンネル、また見てね。ありがとうございます。